2021明治安田生命 J2 リーグ第13節です。ツエーゲン金沢対レノファ山口 FC の一戦をお送りしてまいります。石川県西部緑地公園陸上競技場、天候は晴れ、気温21度、湿度 44% という気象データですが、ご覧のように時折風が強く吹いています。さあ、この試合解説は高谷秀美さん、リポーター牛田和樹さん、実況加藤豊でお送りします。高谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではまず今日の順位表からご覧いただきましょうか。昨日の試合も反映されての順位表になりますが、首位から11位までトップハーフ新潟負けなしで勝ち点32、琉球、京都と続いて金沢は連敗で9位につけています。そして12位から22位ですが、こちら山口は勝ち点12で17位、まあ、ですがこのボトムハーフは混戦ですよね。そうですね、まあ、特に今シーズンは4チームが確実に J3 に落ちますからね、はい、熾烈な戦いになると思いますよ ね、 ですよね。そうした中で、まあ、序盤から勝ち点の取りこぼしなくいきたい両チームの一戦となろうかと思います。そして今日は母の日ということもありましてスタジアムには親子連れ、お母さん連れのファンサポーターの姿も数多く見られています。さあ、それではまず金沢ですが、前節は水戸戦残り5分からの逆転負け、5月に入って連敗です。印象いかがですか？そうですね、まあ、リードを最後まで守りきれなかったっていうのはありますけど、失点した後にやはりちょっと時間がなくて立ち上げることができませんでしたね、はい。そして一方の山口ですが、こちらも前節は千葉を相手に0対1、印象いかがでしょう？そうですね、今シーズンの山口はアウェーではいいゲームをしますけど、ホームでなかなかいいゲームができないっていうところがあるかもしれませんね。アウェーでは勝ち点が7、ホームで勝ち点5を積み増している山口、今日はアウェーでいいパフォーマンスを見せることができるでしょうか。さあ、それでは両チームのスターティングラインナップです。まずは金沢ですが、スタメン4人前節からは入れ替わっています。ゴールキーパー後藤、そしてディフェンダーですが松田、石尾、広井が今シーズン初先発です。そして渡辺大輝、ボランチには藤村と本塚俊也、こちらも今シーズン初先発。右に島田、左に大谷、そして2トップですが丹羽と杉浦のコンビということで、杉浦恭平も今節初先発となります。控えメンバーはご覧の通り。そして一方の山口です。こちらも前節からスターティングラインナップ4人入れ替わっています。ゴールキーパー関、ディフェンダー石川、渡辺、そしてヘナンが入っています。そしてハーフの位置は沢井、田中、上垣、そして高木大輔、トップ下に池上、そして2トップですが梅木初先発、そして高井和真のコンビとなります。ベンチメンバーご覧の通り、2シーズン前金沢在籍の小松蓮も今日はサブからのスタートになります。さあ、注目選手まずは金沢ですが、本塚選手挙げてもらいました。そうですね、柳下監督はやっぱり攻守のバランスをかなり重要視する監督ですから、まあ、今日本塚選手、今シーズン初めてということで、はい、どういう活躍をするかというのは一つあると思いますよね。期待に応えることができるでしょうか。そしてもう一人ですが、フォワードの庭志音ですね。そうですね、で勝つためにはやはり前の選手が点を取らないことには勝てないですよね、はい、特に前節でもやっぱり庭選手得点してますから、やはり今節でも得点を決めてチームの勝利に貢献するっていうのは一つですよね。それではツエーゲン金沢、柳下正明監督のインタビューです。今日は3連戦の3戦目です。選手たちの状態はいかがでしょうか？まあ、中3日あれば疲労は回復しますから。相手の山口の印象はどうでしょう？攻撃に関していろいろ選手の配置を変えて、まあ、ズレを生じさせようという狙いはある。ただその中でも、まあ、攻撃の好きな選手が多いんで、一旦こう攻撃に入った時には迫力のある攻撃をするチームだと思ってます。90分間通してどんな試合展開予想されますか？まあ、こちらとしたら攻守の切り替えを早くして、相手よりも早く動き出すことが、チャンスを多く作る要因だと思ってます。今日初めて先発起用される選手たちにはどんなパフォーマンス期待されますか？いつも準備している通りやってくれれば
いいプレーが見られると思います。ありがとうございました。では注目選手山口ですが、ボランチの神垣ですね。そうですね、今シーズン渡辺監督が山口に就任して、まず守備のところから合わせて攻守のバランスをまず重要視するようになりましたよね、はい、でやっぱりそこで佐藤健介選手が今日怪我で出れないって、その代わりに出てくる神垣選手がやっぱりそうコンダクターになると思いますよね、はい、そしてもう一人ですが、フォワード高井和真選手。そうですね、今シーズン山口得点が少ない、ただこのスタメンの中で唯一得点を挙げているのが高井選手ですから、はい、やはり得点期待ですよね。町田戦以来の得点なるかというところで、では山口渡辺進監督のインタビューをお送りします。今日は中3日のアウェーゲームです。厳しい日程ですが、どのような調整されてきましたか。メンタルとフィジカル、そこのリカバリーと、リフレッシュさを取り戻すこと、そこを念頭に置いて準備してきました。金沢のサッカーはどんな分析されましたか。やはりこう攻守において矢印が前に来ている、人に人に来るような守備、そこのこう力強さみたいなのは非常に感じています。試合展開はどう予想されてますか。いや、そういった守備を我々はいかにかいくぐれるか、そこがポイントになるかと思います。前節はシュートの数も少なく終わりましたが、決定機はどうやって作りましょう。その前のゲーム町田戦とか見れば作れているので、そういったものを、今日表現できるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。両監督のインタビューもお送りしました。さあ、間もなく両チームの選手がピッチに姿を現してきますが、ここ両チームの対戦なんですよね。過去10試合で金沢8勝2引き分け、山口は勝ちがありません。そうですね、ものすごく金沢にとっては相性のいい対戦相手チームですよね。ということになりますよね。そしてここ5試合もですね、金沢が4勝1分けということで、昨シーズンは4対2、3対1ということで、複数得点による金沢の勝利、山口からするとね、こう印象が悪いと言いましょうか、相性悪いなっていうような、そういったところもありますかね。そういうのもあると思いますし、ただ山口の場合は今シーズンやっぱり監督が変わって、昨シーズン失点があまりにも多かったということで、まず守備のところから入ってますよね。ですから かなり緻密に細かいところまで修正してきてますから、はい、これだけ得点差が出るようなゲームの展開にはならないのかなと今日は思いますけどね。なるほどなるほど。となりますと、この堅守になる山口のゴールネットをいかにして金沢攻撃陣がこじ開けていくのかというところが、まず一つ見どころになってきますかね。そうですね。静かに今選手の入場を待ち構えているところ、今日は3連戦の3戦目、ゲーミングフラッグ、タオルなどを掲げて今選手たちを迎え入れます。日中だいぶ汗ばむような日差しも降り注いでいますが、今日は明け方から朝方にかけて少し雨も降りました。爽やかな5月の風を浴びながら、両チーム今選手が姿を現します。右側赤のユニフォーム、ツウェーゲン金沢、そして左側今日は白のユニフォームになります、レノファ山口 FC です。今シーズン初スタメン、指揮官の期待に応えることができますか、16番の本塚俊也、大卒2年目の選手です。そしてこちら神垣陸、第10節の京都戦以来のスタメンです。こちらも22歳若い選手、ここまで今シーズン5得点の丹羽詩音。高井和真は今シーズン2得点、前節の通算150試合節目を超えて今日も得点期待されます。さあ、それでは改めて両チームのラインナップフォーメーション、金沢まず442を想定しています。ポイントいかがですか。
そうですね、まあ、特に本塚選手も藤浦選手も入ってますよね、はい、でやはりその相手のファイブバックをどう崩すかというのがあると思うんで、杉浦選手のやっぱり裏に出るスピードだとかそういうのも活かせますし、本塚選手のスルーパスですよね、それはどういうふうに活かすか、それに、まあ、いつも通りですけど金沢はサイドからはやっぱりサイド攻撃は、まあ、いつも通りできますから、はい、それにアクセントとしてこの2人がどれだけできるかなっていう感じだと思いますよね。今日の審判です。主審千田地慶吾、副審村田雄介、篠藤匠、そして第4の審判員長峰幸喜。今キャプテンの広井と池上とともにコイントスを行われました。そして一方の山口ですが 3-5-2 を想定です。いかがですか。やはりその、まあ、これ 3-5-2 ですけど、まあ、守るときは5バックになりますよ。ですから守備の方に重点も置いてて、また攻守のバランスを取りますよね、うん、ですからその上垣選手がそのうまくバランスを取りながら、そのトップ下に入った池上選手がここに入って生き生きプレーしてるんですよね、で攻撃の時はやっぱり池上選手がどれだけ生きるかによって山口の攻撃は一つ鍵を持ってると思いますよね。右でも左でもどこでもプレーができる選手ですよね。そうですね、サイドでプレーするよりこのトップ下に入って、まあ、本当に水を得た魚のようにどん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 自由に動いて楽しんでますから、はい、うん、攻撃のアクセントにはなると思いますね。今ピッチの中央、両チームともにエンジンを組んでいます。先に解いたのが金沢、今シーズン初先発の本塚、画面捉えています。杉浦庭のコンビというのも途中からはありますけれどもね、頭からというのは今日初めてになります。一方のレノファ山口も梅木翼が今シーズンの初先発となります。こちらは一方のフォワード高いです。センターサークルには赤のユニフォーム金沢の庭がいます。金沢ボールで間もなく試合がスタートします。第13節の金沢対レノファ山口 FC、 金沢のキックオフでスタートします。左から右、赤のユニフォームが金沢、右から左、白のユニフォーム山口。今風は画面の手前から奥に向かって吹いているような状態、まあ、ですが風はちょっと巻いてますかね。このスタジアムは独特の風が巻きながらという形になります。上空はかなり強い風が吹いています。長く入れました右サイド、一旦下げます。ゴールキーパーの席まで下げて左へ展開。ここは右サイド、拾いが抑えます。さあ今度は金沢、杉浦から大谷へ左サイド。立ち上がりどういったところを注目してみたいですか。そうですね、山口の方は澤井選手を左に置いて右に高木選手ですよね。そうですね、ですからボールポゼッションした時にはサイドを広く使って高木選手のスピードを生かすっていう形なんだと思うんですよね、はい、当初右に澤井、左に高木かというような、ね、予想もしたんですけれども、左に澤井、右に高木というそういった布陣になっています。そうですね、もしかしたらその金沢の渡辺選手の上がり、大谷選手の攻撃のところを高木選手が前に出ることによって、その少しでも抑止力になればという形だかもしれませんね。なるほど、こちらが高木大輔です。この高木と金沢の右サイドバックの松田陸は去年ガンバ大阪の U23 で一緒に戦ってもいたりしたので、そのあたりのマッチアップもあろうかという予想もあったんですが、その松田から右サイドに庭、ここはうまく体を入れて、しかしファールです。庭にファール、
そうですね、これはまあ渡辺選手体をうまく入れて、あとやはりちょっと遅れて丹羽選手入ってましたね。そして少し今渡辺の肘が丹羽の顔に入りましたかね。左頬のあたりを少し抑えるような仕草も見られましたが、山口ボールでリスタート。そうですね、バランスを崩した時にやはり渡辺選手が手を開いた時に当たったみたいですね。そうですね、縦に長いボールを入れてきますが、このボールは金沢ゴールキーパーの後藤まで届きます。今日はセンターバック左に石尾、右には広井のコンビ。渡辺大輝は縦を使う、高い位置で奪います。山口スルーしたゴール前、ここは石尾が対応します。プレッシャーをかけに行く島田、ボールコントロール流れてしまった。手前側タッチはあります。そうですね、今山口の方は相手ボールに乗ったらやはり前からプレッシャーかけてきますよね、はい、いつものゲームのように立ち上がり10分15分はやっぱり前行きますから、金沢の方はちょっとでも楽なプレーをするとやっぱりボール奪われてしまうかもしれないですね。そして縦に長いボールを入れましたがゴールライン割ります。ゴールキックです。金沢の柳下正明監督率いて5年目。そうですね、今ちょっと金沢これ見てると杉浦選手がトップ下に入ってるような感じで 4-5-1 みたいな形に変えますよね。中盤のところ人数をかけてるのかもしれないですね。と庭のワントップ気味、杉浦は1列下がっての状態、まあ、どうでしょう、その 3-5-2 に対するポジションのズレを修正するようなそういった意図があるんでしょうか。そうですね、相手が3バックなので2トップよりは1トップの方が守備が難しくなりますからね。なるほど、左に流れながら高いです。ここはうまく使ってエリアの中、さあチャンスになる、ゴール前左足決まった、山口先生。最後は今日先発梅木、先発起用に応えます。山口開始5分で先制1対0。そうですね、これうまく、これ高井選手から裏に出てきましたよね。あとこれトラップからシュートまでうまく一つ目のトラップで相手をかわして、まあここですよね、かわして浮いてるボールなんですけどよくボールを見て叩いてますよね。別の角度からもう一度。そうですね、これはやっぱりその一つ目のコントロールで相手を外したで自分の懐に入ってそのままシュートまで持っていく自分の形に綺麗に持っていきましたね。梅木翼の嬉しい初ゴールでレノファ山口が先制です。1対0。山口としては申し分ない展開になりますね。そうですね、もう山口として見れば思った通りの展開に変わってきますよね。ただちょっと今日の金沢の方は今のもそうですけどちょっとディフェンスの方がゆっくり動いているような形ですよね、はい、これもちょっと遅れてプレッシャーかかっているような感じに見えますし、ここもチャンスになる池上。池上左サイド、ヒロイが跳ね返します。そして島田が中でプレーをする。島田から大谷と杉浦には合わない。まあ、今日は先発メンバーも入れ替えてきた金沢の立ち上がり、この隙をうまいことついたような形になりました。山口梅木の嬉しい初ゴールで1点を先制です。山口ここはトラップ流れました。金沢ボールになります。渡辺監督の先発起用に応えました梅木です。一旦ゴールキーパーまで下げます。今日先発の杉浦から大谷のところですが、ここは本塚うまく体を入れながら石尾から右松田へ、
ここも沢井が跳ね返します。渡辺進監督、今シーズンからレノホ山口の指揮を取っています。2年で J1 昇格を目指すその1年目、弾き返して手前側タッチ割ります。山口ボール。金沢はセンターバックの広井と石尾なんですが、立ち上がりは右に広井、左石尾だったんですが、この時間帯変わってますね。ポジション監督の指示があったということで情報が入ってきました。そうですね、そういう形を取っているのかもしれないですよね。まあ、その中で右左変えても、誰を見るかっていう形で変えてきたんだと思うんですよね。なるほど。まあ、人につくディフェンスの金沢、一旦プレー止まります。こちらはキャプテンの広井です。最終ラインまで下げます。ゴールキーパーの席まで下がります。今日山口は積極的にこの長いボールを入れてきますよね。そうですね、自分たち今日ライン高くして前からプレッシャーをかけてますよね。で、立ち上がりこれ見てると金沢の選手がセカンドボールに対しての反応はちょっとずつ遅れてるんですよね。なるほど。それでやっぱりロングボールを前から前からっていうのを多分監督からの指示があると思うんですよね。そうですね、ここはもう完全にもう空いてますよね。はい、田中、高井が中へ持ち込みながら右に託します。池上、ここで受ける。池上、ここも粘ります。一旦下げる。石川から短いパス交換、神垣。ここはボールを金沢、なんとか庭が粘ってというところですが、山口、渡辺にファールがありました。今のなんかは本塚選手いいインターセプトでしたよね。そうですね。で、宮選手つないだとその後がちょっとこうつながりませんでしたけどね。まあ、立ち上がり少しこうバタついているようなところがあったかもしれませんけれども、この時間金沢は若干落ち着いてきましたか。失点したことによって少しは落ち着いたかなっていう感じありますよね。藤村、左に託して広いです。ですから試合前に監督が言ってましたけど、やっぱり相手のプレッシャーをいかにかいくぐって攻撃を組み立てるかが一つ鍵にはなってきますよね。まあ、この激しいプレッシャー、高い位置からのプレッシャーというのは金沢の、ね、先輩特許といいますか、金沢のサッカーのイメージというところもあったかと思うんですけれども、そのお株を奪うような、ね、見事な先制攻撃でした山口。そうですね、ですから、サイドに起点を作ったときに中の選手が上がったときにどれだけついていけるかですよね。はい。まあ、特に金沢の選手チームはやっぱりそのマンツーマンに近いような戦い方しますから、今少し足を滑らせました石尾ですが、ことなきを得ています。裏のスペースを狙ったボール、ここはヘナン体を入れる。高木から一度戻します。石川です。センターバックの渡辺、ここもセカンドボールは白いユニフォームが先触りますね。さあ、そして杉浦、前を向く、抜け出して、あとフラッグ上がっています。そうです、ただ今のは金沢はいい狙いでしたよね。まあ、フラッグ上がってましたけど、狙いとしてみれば今みたいにつなげればっていう形ですよね。渡辺から右サイドバックの石川、ライン際高木が下がって受けました。
そうですね、あのここの今渡辺選手のところがいつもフリーになるので、そこをどうやってつくかなんですよね、はい、誰がプレッシャーいけるかですよね。ここをあまり自由にやらせるとビルドアップ起点になってくるわけですね。そうですね、1本のパスでそのまま抜けてスペース、これそうですね、後ろからこれ田中選手だと思うんですけど、後ろからついてくる、はい、誰もついてきませんよね。そうですよね、ここを自由にさせたくないところ。渡辺大輝は右にサイドチェンジ、まあ、特にあの山口の場合ボールをも運んでサイドに起点を作った時っていうのは、そのボランチの今さっきの田中選手じゃないですけど、はい、ああいう形で上がってきた時にそこにボールをつないできますよね。そこに誰も行かないとなると、やっぱりチャンスにはなってきますよね。ここも剥がした、上垣から松田がつきますが、最後は、はい、今のなんかもそうですけど、今上垣選手一つのコントロールで前を向いていいスルーパスを出してますよね、はい、まあ、最後ゴールキックになりましたけど、今日得点を挙げている梅木を使ってというところ、ゴールキックになります。ヘナン頭で押し戻す、松田から石尾、そしてキャプテンの広井です。広井は縦、スピードのある大谷を走らせますが、先に渡辺、山口の選手、こうプレーの一つ一つに余裕がありそうですよね。まあ、先制したこともありますし、はい、あとサイドに起点を作った時に中にボールをもらい行く選手にカナダの選手ついてこないんですよね。ですから結構フリーでもらえる状況にもなってますよね。さあ島田から2番へというところですが、ここは合いませんでした。そうですね、ただ今のアイデアはいいですよね。今止めてもう一度フリーでしたから作り直すのかなと思った時の一瞬の判断でスルーパスでしたよね、はい。まあ、先ほどの杉浦恭平から大谷へのスルーパス、オフサイドにはなりましたが、あとは今の庭を使ったパス。そうですね、ですから、まあ、2人庭選手、杉浦選手がやっぱりディフェンスの間に抜けたりとかするチャンスはかなりありますから。そうですね、あとはそのパスがつながれれば攻撃の形はできてくると思いますよね。前半の間もなく15分になります。得点1対0、山口がリード。金沢ボールになります。高井が痛んでいますが大丈夫でしょうか。左の足首あたりを押さえています。すねのあたりですかね。そうですね、今ちょっと外から当たってきたっていう感じもありますよね。まあ、踏ん張ったところですから仕方はないとは思いますけどね。大丈夫そうです。プレーに戻ります。金沢の柳下監督、そして山口の渡辺監督、両監督ともライン際で指示を出していましたが、柳下監督はベンチに今戻っていきました。左サイド渡辺、広く使います。大谷です。このボール追いつく、大谷剥がして中を見る、低いボール、こぼれ球、島田から打っていった、最後元塚のシュート、これはディフェンダーに当たって向こう側ラインを割ります。そうですね、今のなんかは本当に3バックやってる欠点ですよね。あのゾーンがウィングバックの裏が空きますからね。そうですね、うまく大谷選手つきましたね。渡辺大輝から大谷、このボール高木が奪います。山口ボールのスローイン、つまさ、頭胸キープだ、キープ、長く入れます。金沢ボールに変わります。右サイドバックの松田陸、あと足を滑らせているが
一旦戻す。少し選手たち足を滑らせるシーンなんていうのも目にすることがありますが。そうですね、まあ試合前に水をまいてましたから、はい、それで湿ってるのは確かなんですけど、スパイクのポイントが合ってないってことでしょうかね。あ、ですかね。いや、朝方の雨の影響もあるのかなと少し思ったんですが、それだけではどうやらなさそうです。最終ラインの広いから左サイド渡辺大輝、前節水戸戦では嬉しい初ゴールの渡辺でしたが、長いボール右サイド島田、松田島田のパス交換、ここにはヘナンがつく。ここは1対1、一旦下げます。本塚を経由して広家、今度は左から渡辺大輝、クロスを上げる、ゴール前杉浦落として、このボールには石川が対応、大きくクリアします。さあ、そしてトップスピード上がってくる。さあ、これがチャンスになるかと、ここで笛です。今のはそうですね、高井選手は顔にボールが当たったって言いますけど、多分あれで笛を吹いたところで見ると、はい、ハンドを取ったですね、ハンドの判定ですかね。さあ、プレー再開しています。今あれが収まればまたチャンスに、ビッグチャンスになるところでしたけれども、そうですね、あのまま流れれば多分高井選手シュートまで持っていきそうですよね。惜しいシーンでした。石尾から右の松田へ、ゴールキーパーまで下げます。右サイド石川です。渡辺、左のヘナン、ここは急ぎません。山口、1点を先制する形になりますと、守備はねしっかりと準備もしてきているでしょうし、そしてここはまた攻撃に転じます。池上から高木を経由、一旦下げて石川です。中に入れてくる、低いボール、さあゴール前左足、ここは石尾が立ちはだかります。コース切りました。そうですね、今のなんかはもう山口、縦に蹴ってセカンドボールを池上選手が拾うっていう、このシステム通りの戦い方ですよね、はい、でサイドから起点を作って中に速いボールを入れて中が合わせてっていう、でこぼれたところをもう一度、ただまあ、カナダのディフェンダーたちも今集中力を切らしてないんで、シュートまで持っていってないって形でしょうね。前側タッチを割って山口ボールのスローインです。沢井から高井、また一旦下げます。渡辺、さあここからのパスですが、このボールは通らない。今インターセプトは良かったんですけどね、あれを渡辺選手の頭を越えれば、丹羽選手が1対1のチャンスになったと思うんですよね。そのこと、今度は山口、左サイド沢井からゴール前、ここには誰もいない。コーナーキックになります。最後は本塚がゴールライン蹴り出しました。今日1本目のコーナーキックになります。右コーナーキック、キッカー池上です。山口、今シーズンはセットプレーからの得点は1得点。ただまあ今日は高さが揃ってますからね。そうですね、島田が触って岩がクリア、
このボールには田中が追いつきます。ゴールキーパーまで下げます。手前側タッチ割ってここで前半の飲水タイムが設けられます。飲水タイムに入りました。今画面捉えていました今日先制点の梅木、前半の5分のこのシーン改めて振り返りたいと思います。そうですね、これもあの藤村選手もついていってるんですがやっぱり少し遅いんですよね。ただもこれ高井選手のところからこれ出てきてますよね。で最初のこのコントロール大きくなったように見せかけてそのままシュートですよね、はい、で1つ目でかわしたことが大きいと思いますよね。ゆりかごパフォーマンスも見られました。先制点の梅木翼、本当にこう先発起用に応えましたよね。そうですね、あの特にあの山口の方は得点が少ないチームですからね、はい、特にですから起用された時に結果を残すっていうのはやっぱり一つ大きいですよね。さあそして今前半のここまでのスタッツが画面の左上に出ていますけれども、ボール支配率は山口が 55%、 シュートは2本と1本ということなんですけれども、そうですね、まあ、やはりあのシュートのところまで持っていけてないっていうことはあると思いますよね。そうですよね。1対0、まあ、ですがよくこう飲水明け試合がまた動くことっていうのは往々にしてありますよね。まあ、特にあの飲水タイムの時にその修正しますよね、はい、でその後ですよね。さあここも金沢陣内で躍動します白いユニフォームとオフサイド、最後高いのはオフサイドポジションでした。センターバックの石尾、今はあの金沢はあの山口がラインを上げ下げがかなり結構あるので、はい、裏を狙ってますよね。ですから、まあ、特にあの前からプレッシャー来なかった時には縦に出れるっていうのはあると思うんですけどね。今のも庭を狙ったボールでしたけれどもうまく渡辺が対応しました。その渡辺がボールを触ります。ヘナンから速いボール、ここは笛ありません。田中から右サイド、高木、石川に渡ります。右サイドハーフの7番高木大輔、44番の石川、今度は左へ、これもオフサイド、積極的に仕掛けていきますね。そうですね、あの縦にスルーパスが出せなければあの裏に走る選手に簡単にっていう形はあると思うんですよね、はい、ただまああの立ち上がりと違って金沢のディフェンスラインもちゃんときっちり上がってきてますから、うん、揃ってこの辺りは少し落ち着きを取り戻したでしょうか。ですがここも前を向け左流れながら高い沢井が抜いていく、大きくクリア、山口ボールのスローインです。今のも鋭くエリア内進入していきました。今のは、まあ、山口、まあ、高井選手が結構左に出てきますから、はい、そこで起点になって今沢井選手がオーバーラップ内側からかけましたよね。ただ今金沢の選手もあのついちゃんとついていきましたよね。左で呼び込んで沢井、こぼれ球田中が使います。ここはファールです。藤村にファール、
そうですね、これなんかもう結局藤村選手がこのサイドまで出てきて相手の田中陸選手についてきてるってことですよね。ですから今ファールになりましたけど、あそこまで引き出されてるってことは中にはゾーンが空いてるところもあるってことですよ ね、 そうですよ ね、 中にね。そしてそのゾーンを今まではうまいこと使われているという展開かもしれません。ですからサイドで起点を作られて中に走ってくる選手を捕まえきれなかったっていうのが最初の失点ですし、ゴールまで39メートル、石川が蹴ります。直接狙ってくるが、これは後藤、ゴールキーパーキャッチです。そうですね、今の狙いはゴールに向かってくるボールを前に誰かがすらしてくれればっていう狙いだったと思うんですよね、はい、それがちょっと誰も触ることができませんでしたね。触ることができなかったよりちょっとコースが違ってましたね、はい、島田、藤村一旦下げます。松田、今日初先発の本塚を経由して同じく初先発広井。そうですね、これ逆サイドでボールを持っているときに島田選手が中に入らなくて外にいればフリーにはなるんですけど、中にみんな絞っていきますよね。松田から縦へというところでしたが、このボールは沢井に当たる。山口ボールコントロール、中から、あ、ここは厳しくいきました。ボール奪います、金沢です。どうすか、まあ、ですが山口は本当にこう最終ライン高い位置取ってますよね。やっぱりコンパクトにしてますよね、広いから押し戻す。で金沢が出すところがなくなったら、はい、ようにして前に蹴らせるという形ですね。これなんか松田選手前に誰もいないんですから、ドリブルで引き上げると相手のゾーンも崩れるんですけどね。もう一度左から渡辺大輝、どうでしょう、少し金沢の方は攻めあぐねているようなところが見えますか。この裏を狙うことにちょっと集中しているのは確かですよね、ですからもう少しバリエーションを持ってもいいかなというか、ここもそうですよね、また中に戻しますよね、はい、前全部空いてますよね。渡辺大輝、ここも中ですね。でこれで前を向いたときにこの後ろに出る選手がいるかどうかで、出すところがなければまた後ろですよね、はい、今は藤村へ出しました。でもやっぱり今でもそうですし、これ前見てますよね、でこれで走ってっていう形、右サイドの杉浦開いてこのボールを受け取ります。一旦下げて島田ですが、ここはヘナ厳しくいった。タイミング、さあカウンターになるか、高い、今度は中が空きますよね、はい、さあここも奪います。26番の神垣、神垣は今度は右サイドを使う。高木、グラウンダーのボール、さあ細かいパス交換から、ここは合いません。梅木へのパスは合いませんでした。ですが前への推進力はどうでしょう、山口の方がありますかね。攻撃が好きな選手がいるのはやっぱり柳澤監督も言ってた通りなんですけど、はい、ただ簡単に前に出すんですよね、相手陣内。あ、これはオフサイドフラッグが上がっています。まあ、こういうことになるわけですね。そうですね、ただ、まあ、今のもオフサイド紙一重なんで、はい、今のは、まあ、松田選手の出すタイミングですよね、あるいはもうワンステップ早ければオフサイドにはなってないと思いますし、はい、やはり何度も何度もスタートをかけていけると思った瞬間にはやっぱり出すということが必要だと思いますよね。何度も何度もやっぱりチャレンジすればほころびは出てきますし、今の場面もそうなんですけど、あれが通ってれば完全にフリーでしたよね。そうですよね。ということは山口のディフェンダーもあまりついてこれてないっていうのはあると思うんですよ、ね、なるほど。さあここは杉浦がここまで下がってプレー、
金沢前線の選手も自陣での時間帯が増えてきています。今山口のディフェンスラインがハーフウェイまで一生懸命狙ってますよね、はい、これもやっぱり一つタイミングが遅れてるわけですよね。大谷選手が流れながら出てるんですけど、ここもオフサイドです。なるほど。となると受け手の問題というよりは出し手のタイミングの問題。そうですね。ですからその出すチャレンジをする勇気ですよね、うん、今ので出して失敗したらとか跳ね返されたとかそういうのを考えないで。粘り強く繰り返しチャレンジすることができるか。そして、まあ、コンパクトな守備体系から理想である敵陣での時間帯を増やす、それにここまで成功しています山口。さあここも体を入れ替えながら中を使うがもう収まりませんでした。前半の33分を過ぎて得点1対0。この梅木翼の嬉しい J リーグ初ゴールで1点を先制しています。ゴールキーパー関まで下げます。立ち上がりの5分で得点が動いて、そこからは少しこう膠着しているような感じもあるかもしれませんが。そうですね。これはもうあの山口のゲームの運び方ですよね、まあ、立ち上がりで点が取れたことによって自分たちが行けるときには行くっていう形ですよね。さあここも高いのシュートはゴールキーパー後藤がセーブ。さあそしてカウンターになるかと、ここはペナントをします。ファールです。リスタートやり直し。今の山口のチャンスにこれにそうですけど、はい、落とした後にこれついていけないんですよね。で高井選手がフリーにできて、で、まあ、シュートまでは持っていけるという形ですよね。ただもこれは後藤選手よく最後まで見てて頑張りましたね。そうですね。ゴールキーパー正面でした。広いから本塚が一旦下げます。左サイド大谷のところでしたが山口がボールを奪います。26番神垣から右サイド池上。そうですね。これ中から神垣のシュート上がってきてますよね。そうですね。ここも今フリーでしたもんね。ですからあのサイドで今池上選手が時間を作って中がどうやって動いてくるかなっていうのを見てる時でしたよね、はい、でそうするとやっぱりボランチの今神垣選手ですけどスルスルスルっと出てきた時にはもう金沢の選手誰もついてこれませんでしたよね。ゴールキック、こっち外に張り出して中の選手を捕まえきれないというのはここまでずっとこう修正できずに来てますよね。そうですね。ですからあの起点を作るのをサイドに作っているのが山口なんで、そのための3バックでもありますし、はい、まあ、5バックですよね。攻撃の時は前に上がりますから、はい、でそこで行く時に仲のいい上がってくる選手にやっぱり見てないっていうのが多いですよね。だからこういう形だとやっぱり攻撃に行くべきなんですよね、うん、もう一度金沢ボールのスローイン。もう一回集中、もう一回集中、行こう、一つ集中。じりじりっと山口陣内入ってきました。前半36分から37分になるところ。ワンタッチクロス、ワンタッチクロス、中、藤村、前を向く、切り返して、いやしかしここには白い壁。もう一度高い位置奪って松田、上げ直しですが手前側大きくクリア、ラインを割りました。
そうですね、今みたいなところで相手のミスをうまくついて入って出てきてっていうところの最後のクロスですよね、はい、山口もしっかり集中していました。岩江、ここには渡辺がつきます。中藤村、左へ展開、渡辺大輝、あとここはコントロールできませんでした。翼、翼ちょっと引っ張れ下げさせろ。山口ボールのスローインでゴールキーパー関、左サイドのヘナ、おっと前向き金沢ボールになります。下げるまた松田、クロスだよゴー、ダイレクトでパス交換、ここは懸命にクリアします。26番の神垣、今みたいな作り方がいいわけですよね。今2列目から飛び出していってっていう形になりましたよね、松田選手が。そういう形であそこに出して、まあ、ちょっとパスがずれてしまって相手にクリアされましたけど、はい、ここも島田から松田、一旦下げます。石尾です。広いから左サイドですが、このボールは長い。山口ボールに変わります。長いボール投げ入れてきます。風は画面の左から右、あるいは手前から奥に緩やかに吹いている感じ。左サイド展開です。渡辺大輝、大谷へ。さあここはと息が合わない。池上、向こう側蹴り出します。スピードのある大谷でしたがパスを選択。石尾から松田、ここには沢井がプレッシャーをかけに行きます。中で本塚、ボランチから左足ふわっとしたパス、石川と大谷ですが、大谷がボールをコントロール、一旦下げます。本塚です。左足クロス上げる、この前わずかに枠の右、最後は杉浦恭平のヘディングでした。リプレイ出ます。これは下げてから本塚選手いいクロスですよね。で杉浦選手フリーでしたよ ですね。これはやっぱりあの枠を捉えないとっていうのがありますよね。狙いすぎっていうのもあるかもしれませんけど、ただまああのボールを回しながら3バックのサイドをうまく起点にして、その後のクロスで中がフリーになることがありますよね、はい、で特にあの金沢の方は中に2人3人といつもクロスに対して入ってますから、うん、ああいう感じで相手のマークが外れることもあると思うんですよね、はい。一つ大きなチャンスをありましたが、ボールネット揺らすまでには至りませんでした。40分を経過、松田から島田へ、リフレクションを割って渡辺大輝、一旦下げます。キャプテン広い、松田、藤村、島田、この3人のパス交換。ここも抜けていく、右サイド藤村クロス上げる、これはゴールキーパーの席、ダイレクトキャッチします。ただ今やっとあそこでサイドでダイレクトで縦に出したことによって藤村選手がフリーに抜け出しましたね、はい、で形を作れましたよね。さあここも高い位置で本塚奪ってから、岩の鎖で大谷回収、左サイドの渡辺大輝、一旦ボランチの本塚に下げます。
今度は右、中で受けた島田、さあ中庭を使う、あとこれは少し長いか、事なきを得ました。ゴールキーパーの関がキャッチ。そうですね、ただ今のはあの狙いとしてみればいいですよね。前にあの杉浦選手が走ったことによって、山口のディフェンスは前の杉浦選手の方に注目したのを島田選手が逆の丹羽選手に出しましたから、はい、あれがつながればやっぱり決定的なチャンス作れてますよね。少しこう金沢の方が攻撃へ軸足がウエイトが乗っている分、こういった隙も生まれてくるわけですね。そうですね、ですからあの相手がこう前に行けばかなりあると思うんですね、はい、ただボールを奪われた後に、さあここも沢井中する、いやヒール懸命に拾いカバーします。ボール転がって、ね、こういうところもあの全てに対して、うん、あの終わった後の一つのプレーが終わった時はちょっと動きが金沢の選手はいつもとは違うような感じは見えますけどね。そうですかね、全てに対して今のも遅いですし、はい、石川から右、ここは石尾が体を入れました。ゴールキックになります。今日は先発メンバー4人入れ替わって、初先発の選手も3人いる金沢ですが、連戦の疲れというのもあるでしょうか。それかコンビネーション連携の部分ですかね。そうですね、まあ、やはりそれだけうまくこういけるときと、うん、いけないところっていうのがあるかもしれませんよね。渡辺大輝、オフサイドありません。大谷から中、しかしここは渡辺クリアします。1対0、山口が梅木の先制点、リードを保って前半の44分を経過、まもなく45分になろうというところです。松田から島田、中、元塚へ、一旦下げます。して松田のクロス、これは関がしっかりとキャッチ、大事にキャッチしました。さあ45分を経過、アディショナルタイム2分の表示です。前半のアディショナルタイム目安は2分。藤村、長いボールを入れるがこれはオフサイド。杉浦恭平がオフサイドポジションでした。そうですね、今のなんかもやっぱりもう残ってたっていうのは分かっているので、そこで止まってもう一人出てくるっていうのも一つあったかもしれませんけどね。ただまあ山口の方はあのゴールキーパーの関選手がいることによってかなり安心してますよね。それでいて真ん中にあの渡辺選手、経験を持っている渡辺選手がいるので、こちらゴールキーパーの関健太郎、今シーズン J1 仙台から完全移籍で山口に加わりました。後ろからのコーチングがかなりあるんですよね、はい、で守備の時じゃなくても攻撃も全てですけど、ポジショニングもそうですし、まあ、そして仙台といえばこの渡辺進監督が長く指揮を取ったのも仙台ということで、渡辺戦術を熟知しているというのもありますよね。さあこれは庭へのボールですが、長くなってゴールキーパーの関へ、ここも時間を使います。そうですね、それもありますし、あとはもうやっぱり試合にも出たいですよね、うん、J1 では85試合、関健太郎、ここで前半が終了します。
1対0デノファ山口、この梅木翼の J 初ゴールで1点をリードして前半折り返します。前半の印象いかがですか？山口は自分たちのサッカーができました。立ち上がりの早い時間に得点ができたことによって、守備の方に重点を置きながら攻撃の時には前に前にといって、で相手がマンツーマンに近い守備をくるのでそれを外せばいいという形ですよね、はい、で金田の方はやっぱりちょっと立ち上がりから失点したことによって体が重くなって攻撃の時にはいいんですけど、やっぱり何度もチャレンジすることが必要かもしれませんね。明治安田生命 J2 リーグ、ツエーゲン金沢対レノファ山口、石川県西部緑地公園陸上競技場からお伝えしています。ここで J リーグ公式アプリクラブ J リーグのお知らせです。この後のスタッツに表示される QR コードを読み取るとアプリをダウンロードできます。アプリ内でリモートチェックインをしてメダルを集め限定キャンペーンに参加しましょう。 J リーグをもっと楽しめる機能が満載のクラブ J リーグをぜひダウンロードしてみてください。前半終わって1対0レノファ山口リードの前半ですが、まずは前半スタッツご覧いただいています。気になる数字ありますか？そうですね、ですからボールの支配率がやっぱり金沢が急に攻め出したら高くなりましたよね、はい、あとただレノファが1点早く取ったことによって相手に持たせて少しでも相手を引きずり出そうとしたのもあるかもしれないですよね、うん、ですから完全にボール支配率が途中で出たのと反対になりましたよね。飲水の後からはぐっと変わりましたね、はい、ただまあね、山口の方は制限の方にシュートを出してないってことですよね。さあそして平均ポジションになります。まずは金沢ですがいかがですか？あまりにも中盤にいて前に行く選手が少ないですよね、うん、せっかく大谷選手のスピードがあるんで3バックのあのゾーンを突くのも一つですよね、はい、で島田選手が前に行けないんであれば松田選手がどんどん裏をついてもいいんじゃないのかなとは思いますけどね。そして一方の山口の平均ポジションですが、
そうですね、まあ、やはり高さのある渡辺選手、平南選手が後ろで下がってて、プレッシャーを石川選手が前にかけるという形ですよね、はい、で縦に来られるところを後ろをカバーリングするという形でこういうポジショニングになっていると思いますよね。ただ、まあ、高井選手は真ん中というよりは左に流れる方が多いかなという感じはありますけどね。そして支配率プレーエリア改めてご覧いただきますが、まあ、やっぱりこうミドルハーフ多くなりますよね。そうですね、はい、ですから本当にミドルゾーンでのプレーが多いですし、そのボールのこのパーセンテージ、相手陣内の方でやっぱりレノファの陣内に少しパーセンテージが多いのはやっぱりボールを先制したことによって回すのが自陣でできるってことですよね。あと関選手がいることによって安定感があるので後ろに戻してるっていうのもあると思いますよね。アタッキングサイド、まずは金沢ですが、右サイドが極端に増えています。そうですね、右サイドに松田選手のところが前に運ばないので、見て縦に出るのをずっと待っているような状況ですよね。ですから縦に流れるのを待って待って蹴ってるっていうんで、サイドになると思います。あと島田選手の形で作れるというのはあるんですよね。そして山口の方もアタッキングサイド、こちらは左右ほぼ平均、少し右の方が多いかという感じですが。そうですね、まあ池上選手が右に流れることが多くて、はい、高井選手が左に流れることが多い、うん、ただ高井選手はやっぱフォワードなので真ん中に残ることもあるので、ちょっと右の方が多くなってるって感じでしょうね。さあ、それでは前半のハイライトを振り返りたいと思います。まず前半5分のところ、そうですね、これ本当にサイドで作られて、これ藤間選手も一生懸命追いかけてはいるんですけど、ただまあ今のはやっぱりその梅木選手の最初のこのコントロールで相手を一つでかわして、まあシュートが思いっきり蹴りましたよね。別の角度から、そうですね、難しいバウンドではあるんですけど、よく枠を捉えましたよね、はい、これで先制1対0。さらに35分、高いゴールキーパーの後藤がセーブします。そうですね、これはディフェンスから高井選手に入ってきて、それを落として高井選手が裏に飛び出したってこと、そこはついていくことができなくて高井選手がシュートまで持っていきましたよね。で相手一人なのでブロックしてっていう形でやってきましたね。そして41分、今度は金沢、大谷から一度戻して元塚クロスを上げます。ゴール前、杉浦恭平。そうですね、これはもう本当に何度も大谷選手が山口の右サイド、自分たちの左サイドの裏をかなり取ってるんですよね。でそこをうまくこういって、あとまあこれ杉浦選手フリーでしたから決めなきゃいけませんよね。では選手データ見てみましょう。金沢は元塚選手、そして山口、神垣選手、この2人のデータ比較です。そうですね、これはやはり両チームともこれバランス、攻守のバランスを取るチームだけあって、ちょうどやっぱりその前にも行かなければいけない、後ろにも行かなきゃ、でも今のやっぱりこの今のサッカーですよね、今のサッカー、現代のサッカーとしてみればやっぱりボランチの選手はこういう戦い方になってきますよね、はい。明治安田生命 J2 リーグ、ツエーゲン金沢対レノファ山口 FC、 石川県西部緑地公園陸上競技場からお伝えしています。サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。Thank you.
2021明治安田生命 J2 リーグの第13節ツエゲン金沢対レノハ山口 FC 前半を終わって1-0、梅木翼の嬉しい J 初ゴールで山口が1点をリードして、まもなく後半を迎えようとしています。さあ今日の試合、高谷秀美さんの解説でお話伺いながら試合見てきましたけれども、前半は山口の方がね、やはりこう立ち上がりに1点取ったことによってかなり余裕を持って試合を進められた印象がありますかね。そうですね。ただ前半立ち上がり、まあ、山口はもうアウェーで戦うときはいつも前半の早い時間に15分までに得点をして、それで勝ちに持っていくっていうのが一つのプランにありますから、うん、はい、それをまず気をつけなければと思ったところで立ち上がり早い時間に得点しましたよね。うん、でその後はやはりそのいつも通りその今シーズンやってる守備をうまく重点を持っていって、それでいて今行けるときにはチャンスがあれば前にっていう形でしたね。はい、まあ、そうですよね。岩田戦も東京ヴェルディ戦も立ち上がりから15分までの間に得点を挙げてと、はい、そういう形になってると思うんですよね。はい、だから特にアウェーの戦い方っていうのはやっぱりそういう形になってるとは思いますけどね。先制点の梅木翼、背中を捉えています。まあ、昨シーズンは特別指定で5試合に出場、得点はなかったんですけれども、嬉しい嬉しい初ゴールが今日生まれています。今日今シーズン初先発ですしね。そうですね、まあ、本当に期待して、渡辺監督が期待して今日のスタメンにしていると思いますからね。これこういうチャンスをつかめんでほしいですよね。そうですね。先に姿を現したのが白のユニフォーム、レノファ山口 FC。 メンバー交代はどうやらなさそうですね。池上の姿もありました。そして遅れて今ピッチに姿を現した赤のツエゲン金沢ですが、こちらも交代はなさそうです。ハーフタイムでどのような修正がなされているでしょうか。そうですね、まあ、ただツエゲン金沢の場合はもうこれ1点のビハインドですから、はい、前に行かなければいけないのがまずですよ。でやるべきことはもう決まってますもんね。得点を取るのがまず第一ですよね。はい、得点の匂いというところで、まあ、元塚のクロスから最後杉浦恭平のヘディングを惜しいシーンもありましたけれども。そうですね。ですから前半から結構この山口の両サイドのスペースをうまく使ってるんですけどね。はい、さあ後半今キックオフ、右から左にホーム金沢、左から右山口です。両チームともにハーフタイムでの交代はありません。ここまで上がって高木さあ蹴り込んでくる。高木、最後は大谷、ここは笛がありました、ファールがありました。高木仕掛けてというところでしたが、大谷懸命について。そうですね、これやっぱり前半はこういう形でどんどん今みたいに大谷選手ついていかなければいけないところはありますよね。今ついていきましたよね、はい、そういう指示は多分ハーフタイムには出てると思うんですよね。2列目から上がってくる選手を捕まえるだとか。ボール点々としたところ、右サイド高木、ゴールキーパー席に戻します。風は依然として画面手前から奥、池上が受けてこれを追い抜いていった高木、一旦中に託します。田中、右サイド高木、抜いていった石川です。さあ石川の攻撃参加からクロスは大谷に当たってゴールライン割りました。コーナーキックです。本当に手数をかけないで、今もそうですけどロングボールで落ちたところっていう形ですよね、はい、でそこをうまく起点を作って、時間もし出さなければ時間を作ってっていう形になってますよね。山口今日2本目のコーナーキック、キッカー池上、
ゴールからは逃げていくボールを供給するか。ゴール前はさあ蹴ってきた、入ってきた、混戦、向こう側高井が持っている、高井、高井には藤村、一旦下げます、長いボール蹴り込んで、これはキーパーの後藤が直接キャッチ、ゴール前で今後藤と広井が少し接触がありましたか。今のシーンもう一度。あ、そうですね、まあ、あのキャッチした後に着地するところを広井選手に完璧に入ってしまいましたね。そうですね、これ最後のシーンでしたね。ですがどちらもプレーに戻っています。今右へ島田、前半はこの松田、藤村、島田といった右サイドの時間帯が多かった金沢ですが、左の渡辺、島田を使いますがライン割りました。山口ボールのスローインです。そうですね、立ち上がり、後半の立ち上がりもそうですけど、これ金沢のボールになった時にやはり、ま、山口のラインが高いので、はい、どこから入るかっていうのはあるんですよね。うん、島田から松田、一旦下げて島田、中で庭が受ける、狭いところ、短いパスの交換から、ここはラインを割りました。金沢ボールのスローインです。まあ、窮屈にならざるを得ないですよね、こうあれだけラインが高いと。そうですね、あのラインが高ければどういうふうに出すかっていうのは、今みたいなところサイドのところですよね、はい、今松田選手が高くまで上がってきましたよね、やっと、うん、あのでやっぱり高くで上がってきてその裏を抜くとかっていうのをダイレクトで出すとかっていうのは一つですよね。金沢ボールのフリーキックです。ですから足元は足元にするとなかなか難しいとは思いますけど、これは関がキャッチする。藤村のフリーキックは直接ゴールキーパー関がキャッチ。ハーフタイムのコメント、両監督のコメントが入ってきました。ですがここはチャンスになるか、このボール押し戻してゴールキーパーの後藤がキャッチ。まず金沢の柳下監督ですが、全体をコンパクトにしてお互いの距離を近くしよう、慌てずタイミングを合わせよう、攻守の切り替えを早く、こうしたコメントが入ってきています。一方の山口渡辺監督ですが、相手の背後をもっと取ろう、守備では相手のボランチに自由を与えないような立ち位置を取ろう、そしてアタッキングサードではもっと積極的にトライをしようという、そういうコメントが入ってきています。両監督のハーフタイムのコメントをご紹介しました。さあゴール前、大谷、ここは懸命に体を入れていきました。最後は高木のディフェンスでしたかね。そうですね、今本当に高木選手よくついていきましたね。そうですね、ビッグチャンスになるところでしたが、もう一度。そうですね、これ最後滑ってますよね、うまくこの足の先でも当ててクリアすればいいわけですからね。先に触ってましたね。向こう側金沢ボールのスローイン、丹羽が受けて松田から藤村、島田抜けてくる、藤村、ここは池上が体を入れていきました。コーナーキックになります。金沢は前半コーナーキックありませんでしたから、今日1本目のコーナーキックになります。そうですね、あのやはり後半やっぱり立ち上がり、やっぱり金沢やっぱり点を取らなきゃいけないので。そうですね、パスが前に来てますよね、はい、選手の動きも前に来てますよね。でこれセットプレー、金沢コーナーキックそうなんですけど、今シーズンからあのゾーンですよね、はい、それだけあのゴールキーパーの関選手にかなり信頼を持ってるからなんですよね。前に出ますからね。さあ蹴り込んでくるが、高井が頭で戻して池上のクリア、エリアで守りました。
まあ、あのゾーンで守っている相手に対してのちょっとアングルをつけたようなセットプレー、コーナーキックだったりとかいうのは金沢もここまで見せていましたが、ここはまず1本目まっすぐ蹴り込んできました。さあそして、高井のポジションはオフサイドポジション。そうですね、あのセットプレーの時のゾーンっていうのはあのタイミングよく前に入れば確実に勝てるんですよ。そうですね、これはまあ、あのオフサイドですよね、はい、ゴールキーパーの後藤から低いボール杉浦恭平に入る。ここはホイッスルありません。島田が回収して、さあ面白いところに蹴り出すが、ここは丹羽及びませんでした。そうですね、今のはちょっと丹羽選手逆に動いて逆でもらいたかったようなゾーンでもらいたかったような感じでしたね。センターバックの渡辺、田中沢井からの1本のパスで池上がここまで走ります。池上切り返してゴール前、これは枠を捉えていませんでした。最後は梅木のヘディング。ただこれあの池上選手これ今フリーで出てますけど、やはりこれサイドにボールを出した時にダイレクトでゾーンに送ることによって完全に裏を取ることができますよね。後藤から庭を狙ったボールこぼれて高い位置で杉浦恭平、さあダイレクト折り返す関の頭の上、さあこれがチャンスの中、島田ビッグセーブ関、最後は島田慎太郎の左足でしたが関のビッグセーブ出ました。そうですね、これやっぱり杉浦選手これ追いかけたのがいいですよね。でその後クロスこれちょっとオーバーしてしまいましたけどね、ただその後修正しましたね。コーナーキック2本目キッカー島田、今日先発の杉浦恭平、前半も惜しいシュートがありました。2本目のコーナーキック巻いてくるボール、ニア弾いたところは池上、ここは持って上がります。右サイドへ大きく展開のボールですが、これは追いつくことができません。山口としては今みたいな形でいいんですよね、はい、セットプレーからクリアしたボールは。さあ縦パス1本で大谷へ、ディフレクションあったがここも関、最後石川に当たって少し角度変わりましたけれども落ち着いていました。そうですね、今関選手最初読んで中に入っていったんですよね、はい、でリフレクションよく反応しましたよね。逆を突かれるような感じになりましたけれどもね、はい、この辺りもやはり安定感味を見せます。ゴールキーパーの関健太郎です。渡辺左サイド、沢井下げて池上がここでプレーしてますね。そうですね、あの池上選手は今自由に動かしてますよね、はい、だからトップ下に入って自由に動いてっていう形になっていると思うんですよね。ここは合いませんでした。となると金沢はこの池上選手を捕まえるのにもマンマークでびっちり張り付いていくのか、それとも引き継ぎながらという形になるのか。そうですね、ただ、まあ、今山口1点リードしてますから、はい、無理に出せなければ出さなくていいわけですよね。大きく押し戻します。渡辺大輝下げますが、どうぞ、これはゴールラインを割ってコーナーキックになります。苦笑いしてますね。そうですね、はい、ボールよボールよボールよ。キッカーは池上、
渡辺が186センチ、ヘナン183センチ、梅木も183センチです。コーナーキック今日3本目、キッカー池上、もう一度コーナーキック、最後杉浦恭平でした。そうですね、まあ、これ井上選手が蹴ってるんで、逃げていくボールですよね、はい、なるとやっぱりファーサイドに来るボールはやっぱりゴールキーパーが出れるんであればゴールエリア内は出た方が確実性はありますよね。4本目のコーナーキック、長いボールを蹴り込んできましたが、向こう側ボール点々としてライン割りました。金沢ボールのスローインです。まもなく後半15分になるところ、得点は依然として1対0。山口ボールになりますね。山口ボールのスローイン、池上、沢井に渡る、梅木、もう一度中、ここは高木が追いかけます。石川が中をすくっていきましたが、一旦下げていきます。田中、ヘナンまで下げて、ここでボールカットして左に展開。さあ金沢、左サイド大谷、石川がつくが、ここはスピードアップする、クロス上げる、そうですね、はい、今の金沢みたいなゴール攻めですよね、うん、ここやはり大谷選手はやっぱスピードありますからね、フリーで持てるんなら勝負ですよね。で最後ちょっとまあこれクロスでも、ただ渡辺選手うまく入ってますよね、はい、コーナーキック3本目、キッカー藤村です。そうですね、これゴールに向かってくるボールであれば速いボール、まっすぐ行ったが関キャッチ、安心感があります。ゴールキーパーの関です。ああ手前側タッチ蹴り出しましたが、特に傷んでいたとかいうわけではなさそうですね。いや今ミスキックでしょ、はい、完全にアウトサイドにかかって切れてしまいましたね、はい、拾いから石を右に展開していきます。後半の立ち上がりは金沢も山口ゴールへ向かっての矢印というのが見えていたように思うんですが、少しこの辺りはその矢印の太さが細くなってますか。やはりそういう戦い方のチャンスのところやっぱり修正が早いですよね。やっぱり渡辺監督今やられたところをきっちり抑えてきてますよね、はい、ただ思うのにはやっぱり大谷選手のところは多分開くと思うんですよね。だからそこをうまくどれだけ使えるかだと思うんですよね。渡辺大輝一つ剥がしましたが最終ライン広いに託します。その大谷に柳下監督も直接指示を出してましたね。その大谷接ってこぼれ球奪う、大谷あと長い笛だ、山口高木のファールで高木にイエローカードが提示されました。そうですね、これもうミスクインターセプト大谷選手して、その後スピードありますから完全に後ろから体を投げ出してしまいましたね。そうですね、高木大輔は累積3枚目になります。そして金沢は少し距離はありますけれどもいい角度からのフリーキック、
う一枚壁。そうですね、これ壁2枚しかないので狙うには狙えないわけじゃないんですよ。でゴールキーパーの前でバウンドするようなボールだと面白いんですけどね。距離は36メートルと表示されました。藤村が蹴る、直接いった。これはゴールの上、わずかに枠の上でした。狙いましたね、これは完全に。そうですね。ただ今のあのボールの軌道だとあの壁を完全に外れているので、あのやっぱりゴールキーパーのところでバウンドするようなボールにするとゴールキーパーが弾くか、もしミスして中にこぼれれば中の選手が詰めれるっていうチャンスが出てきますけどね。ワンアクション生まれますよね、はい、ゴールキックから。さあこれも高い位置、先に追いついたのは高木だ。石川が前線に押し戻す。そして金沢の左サイドバック渡辺大輝から中へ、右サイドバックの松田陸がこのボール回収します。縦へというパスでしたが沢井が足を伸ばして向こう側タッチを割りました。山口もしっかりこの辺りは集中してますね。ただ今もそうですけど、やっぱり後半になってあの松田選手がボールを運べるようになりましたよね。なるほど。運ぶことによってやっぱりスペースが出てきますよね。大谷がここも走ってボールを追いつきます。中で2は渡辺大輝には合わずゴールラインを割りました。左サイドハーフの大谷選手に積極性が出てきました。まあ、あのスペースをという小谷さんのお話もありましたけれども、やはりこうそこを使うようになってきましたね。そうですね、あのやはりそこが一つのポイントだと思うんですよね、はい、そして山口のベンチに動きがありそうです。18番の小松蓮、そして15番河合歩夢が準備を進めています。左サイド沢井仕掛けようというところでしたが、松田がしっかりここは切っています。そうですね、まあ、今のこの交代メンバーのしか河合選手が入るとなると、もしかしたら大谷選手のところをやられているのでそこに入れてっていう形になるかもしれないですね。そして18番小松蓮が今日先生の梅木に代わって入りますが、先制ゴール。そうですね、最初のこのタッチで一人をかわしてその後のシュートですよね。思いっきり振り抜きましたね。嬉しい初ゴール、今日先制点を挙げている梅木、ここで交代します。小松蓮に代わって梅木、そして河合歩夢は7番高木大輔に代わってピッチに入ります。小松はそのまま梅木のいた前線にっていう感じになりますかね。そうですね、まあ、あの小松選手はやっぱ点を取るためにと思いますし、はい、やっぱり河合選手はこちらで今大谷選手のところの多分高木選手の交代だと思うんですね。そうですね、右サイドハーフの、まあ、右ウィングバックという形になりますか、ポジションに入っています。藤村押し戻す、エナンから、さあ短いボールになって、いやしっかりコントロールしています山口です。沢井から中折り返す、ここはゴールキーパーの後藤、早いリスタート。しかしここには山口の石川、一旦下げます。渡辺ゴールキーパーまで下げる。関から右は、ここのボールは合いませんでした。そして途中交代入ってきた小松蓮ですけれども、2シーズン前、19年シーズンには金沢在籍した選手ということで、今日も選手紹介の時にはひときわ大きな拍手が場内からも送られていました。
ここは攻防激しくなっています。渡辺大輝、左サイドの選手がここでプレーしています。松田から縦、こぼれ球、反応したのは島田。渡辺から中へ、渡辺大輝のクロスでしたが、渡辺博文がカットして向こう側、石尾が蹴り出します。山口ボールのスローインです。代わって入った川井歩夢、そしてこちら小松蓮です。そうですね、小松選手もなかなかちょっと山口に行ってからうまくこうちょっとフィットしてませんよね。得点もなかなか取れませんし、今シーズンここまで2得点ですね。さあその小松、河合が中、スルーパス出しますが、ここには誰もいませんでした。ここで後半の飲水タイムに入ります。ただいまから飲水タイムとなります。後半の23分まで経過して、得点依然として1-0、山口がリード。代わって入った小松蓮、画面捉えています。そしてこちらも途中出場の河合選手、この渡辺監督の意図、メッセージを感じる交代、まずはカード1枚目ですよね。そうですね、そういう形になってますよね。はい、そして今画面の左上、数字が出ていますけれども、支配率はハーフタイムの時とさほど変わらず。そうですね、全然その辺は変わってないですよね、はい、ただ金沢のパスの本数が多くなっていますよね。ですからあとはそれをシュートにどれだけつなげていくかっていうのが一つあると思うんですよね、はい、まだまだ時間はたっぷりありますね。まだまだ時間はゆっくりありますし、はい、ただゆっくりっていうより攻め方ですよね。先に交代のカードを切ってきたのはレノハ山口エンジ。そうですね、ですから山口の方は一つはフォワードの選手を交代させて活性化させたのと、もう一つはその金沢の方に疲れているポジショニングのゾーンをカバーするために、守備のカバーするために交代でしたよね、はい、ここはまだボール落ち着きませんが、空中戦、向こう側タッチを割って山口ボールのスローイン。最後は高井と石尾の競り合いでした。ここは金沢にファール。沢井から一旦下げる、庭がチェイス、プレッシャーかけていきます。ここも大谷が、石川から前線へというところでしたが、おこのボールが山口に収まる。川合、うまく体を入れた本塚。金沢ボールのスローインですが、選手2人倒れています。渡辺博文と杉浦恭平でしたかね、杉浦の方も立ち上がっています。渡辺博文も今ゆっくり立ち上がりました。そうですね、今のはスルーパスというか、前にパス出てきたところのインターセプトを渡辺選手が狙っている、そこでちょっと交錯してしまったって感じですよね、はい、さあそして金沢ベンチにも動きがありそうです。プレー再開で渡辺大輝から、このボールも奪う池上。ライン際を持ち上がってクロスを上げる、面白いところ、ここは松田落ち着いていました。1人かわしてドリブルで自ら持ち上がる、そして長いボールを左サイドの大谷へ、
このボールには石川が先にタッチ、足元ピタッと収まります池上です。そうですね、これはもうあの山口の方は池上選手がやっぱり躍動してますよね。うん、そうですよね。ヘナンのところですが島田奪ってゴール前、杉浦には合いませんでした。ゴールキーパーの関キャッチ、一瞬の隙をついてというところでしたが、ただ今島田選手いいプレッシャーかけましたよね、はい、それでちょっとヘナン選手のボールにうまく引っ掛けて自分たちのボールにしましたけど最後パスが合いませんでしたね。切れる。72分を経過、山口ダイレクトで高いから中というところでしたが最後小松蓮は合いませんでした。枠の左、そうですね、山口はこういう形でダイレクトでこういう形で今これ出てきたのはあれですよね、あの上垣選手ですよね。中盤から出てきた選手にはあのちょっとまだ未だにやっぱりついてこれないっていうのはありますよね。そしてここで金沢1枚目の交代カード、杉浦恭平に代わって瀬沼雄二がピッチに入ります。ここで前線の選手を交代してきました。制限金沢の柳下監督、まあ、点数を取りに来たっていう感じでしょうね。高さもありますし、はい、さあその前線へ庭を走らせますが少しボールが長かった。金沢10番の瀬沼雄二は今シーズン横浜 FC から完全加入で移籍してきています。ここまで2得点4節の東京ヴェルディ戦で2ゴールを挙げましたがそこから得点がありません。まあ、このラインの高さから見て関選手がかなり前にいるんですよね、はい、それをどういうふうに金沢の選手たちがうまく利用して、うん、頭を越してシュートを狙うかとか、はい、そういうアイデアが出てくるかですよね。そうですね、ちょうど今風は右から左へ上空は強く吹いています。さあそして山口に交代です。16番の浮田健生が14番沢井に代わって浮田を投入します。浮田健生、そうですね、まあ山口の方はあのほんとウイングバックが疲れるということでポジションの交代ですよね。はい、3人目の交代です。ハーフタイムを除いて交代は3回認められていますのであと1度のチャンス、マックス5人までとなります。広い渡辺大輝、中本塚、まあ、あとこれ、まあ、15分とアディショナルタイムになりますけど、はい、この時間やっぱりこの 3連戦の最後ですから少しずつ出てくるんですよね、疲れが、そこやはり一歩行くか行かないかですよね。お互いにとってしんどい時間帯になってくるわけですね。そうですね、ですからその分だけあの交代選手をどうやって使うかになるんですけどね。そして代わって入った瀬沼がここもゴールキーパーの席にプレッシャーをかけていきました。早いリスタート、渡辺大輝から2話ライン際、渡辺大輝、本塚、広いから中藤村へというところでしたが小松蓮足を伸ばしていきました。金沢ボールのスローイン、瀬沼落として今度は右へ松田陸、ふわっと浮かせたボール、瀬沼、そして中打っていった、そしてもう一度藤村、こぼれたところ渡辺大輝、その前大谷も積極的に打っていきましたが藤村がこのボール回収、かわした渡辺、グラウンダーのボール
マイナスのクロスでしたが、ここはかき出していきました。そうですね、今もうああいう形でマイナスのクロスになってかき出されてしまいましたけど、はい、ただ今日今セヌマ選手を入れてセヌマ選手全部勝ってるんですよね、高さで。そうですね、それをどういうふうにうまく利用するかですよね。仕事粘りましたが石川も絡んでいった。さあそして高井が前を向いてスピードアップ。ここは3人がかりでボールを奪いました、金沢です。そうですね、今集中して1人に対してボールを離さないのが分かったのでボールを奪いましたけど、その後はちょっと反応が。そうですね、小松が奪って、さあここもこぼれたところは河合です。河合右サイド、池上に渡す。右サイドバックの石川から池上がこのボールを回収して、サイレアの中侵入、グランダやや少し力がなかったか。ボールキーパーの完全に合わせに行きました ね、 したね。確実に入れるために合わせに行きましたね。コース狙いましたけれども、後藤の長い腕が伸びました。さあそして今度は金沢、島田から石川、押し戻す。さあゴール前、瀬沼とヘナン、さあ転がって、わずかにヘナン間に合いました。最後ゴール前の混戦でしたが、リプレイ出ます。そうですね、これヘナン選手と の、 この戦いでしたよね。これうまくこうボール自分の前に落ちたんですけどね。懸命に戻ってかき出しました。こちら途中交代出場の瀬沼、コーナーキック4本目、左から低いボール、鋭いボール入ってくる、ゴール前こぼれているが、渡辺博文が向こう側タッチ蹴り出しました。山口も集中しています。後半の解散、今シーズンの山口っていうのはこういう守備、もう最後までの粘り強さっていうのはありますからね、はい、カナダとしてみればここをこじ開けたいところですよね。本塚から島田、裏へ抜けるボールですが、ここはヘナンしっかり体を入れました。ゴールキックに変わります。この辺りからその連戦の疲れであったりとか出てくる時間帯になりますかね。そうですね、ただ、攻撃のリズムがいい時っていうのは疲れはあまり感じないんですよね。あ、なるほど、はい。となりますと、このいいリズムの状態でいかにして自分たちのやりたいことができるか。ですから攻撃の時のいいリズムの時はあまり疲れは感じないですけど、守備をずっとやってる時っていうの方が逆にミスの恐れが出てくるので疲れは感じるかもしれないね。後半の35分を経過、得点依然として1対0。さあ前を向く、このボール中井は自ら行くか、右の河合に託す。ゴール前、石尾が頭でクリア。右サイド、島田から松田を経由してもう一度島田、右サイドライン際駆け上がります。池上がここにいます。左に託して藤村、さらに左サイド渡辺大輝、こぼれたところ、このボールは高井が先に追いつきましたが渡辺粘りました。島田の左足、枠の左です。ボールキックになります。あ、コーナーじゃないですかね。失礼、リフレクションがあったと。ありましたか。最後島田コーナーキックですね。失礼しました。左コーナーキックでそのまま島田がキッカーに入ります。ここまでの対戦成績は金沢8勝2引き分け。まだ山口は対金沢戦勝利がありませんが、この1点、虎の子の1点を守りきることができるのか。今日5本目のコーナーキックから、
もう一度コーナーキックですか。最後当たってます ね、 ですね。川井選手に当たってますね。もう一度蹴り直し、6本目のコーナーキック。ただまあ今いいボールが入ってますからね、はい、あとはもう中の選手が合わせるだけですよね。低いボール外、本塚が頭で、ここは関がボールコントロールしています。大事にボールを抱えました。ここもしっかり上がりを待って長いボール。このボールは金沢がコントロールします。左サイドバックの渡辺大輝、ボランチの本塚から右サイドバックの松田陸、大谷、中、庭に当ててゴール前ですが、ここには誰もおらず、逆に山口押し戻します。ただまあ今は松田選手いい上がりしてますよね。そうですね、本当に前半ではもう全然見られなかったプレーですよね。そしてサイドハーフの大谷と島田がポジション右左入れ替えてますかね。今大谷が右、島田が左でプレーをしています。コーナーキックの流れでそのままポジションに戻ってなかったですよね。でその後は自由にっていう形になると思います。今そしてまた戻ってきましたね。ラインを割ってゴールキックです。交代のカードは山口は3枚、金沢は1枚を切ってきました。84分、後半の44分を経過して得点は1対0、山口がリード。ここホイッスルありません。先に反応したのは山口、入ってくるゴール前、まだあります。浮田、これは後藤正面、その一つ前もいいクロス入ってきましたがわずかに合いませんでした。そうですね、もう山口としてみれば今みたいな形で戦えてあのこぼれたところですよね、はい、それをうまく拾って形を作るサイドからですよね。でこれ金沢これボール回してますけど、山口として見れば前からプレッシャー行くところと行かないところをはっきりすれば、うん、自分たちの前でプレーしているのは全然怖くないので、はい、渡辺大輝からクロスは上げさせませんでした。最後は田中陸。さあそして金沢、ここでもう一人交代メンバーが入ってきます。渡辺大輝に代わって背番号24片倉誠也がピッチに入ります。大卒ルーキーの片倉誠也、そのまま左サイドに入ります。そしてこのボールはゴールラインを割ってゴールキック。こちら背番号24片倉です。今日が3試合目の出場になります今シーズン。城西大初の J リーガー。向こう側タッチを割ります。金沢ボールのスローインです。さあ時間が徐々になくなってくる。山口は
対金沢戦、11試合目にして初勝利となるでしょうか。残り3分プラスのアディショナルタイムです。左から左、片倉、瀬沼に渡る、前を向く瀬沼、庭から、いや、ここにはヘナンがついています。いや、ここも硬いですね、やはり。そうですね、守備のポイントはきっちりしてますよね。ここも池上慌てません。本塚、頭で押し戻しますが、このボール奪った片倉です。庭、右に託して島田、左に展開です。片倉からゴール前、ヘナンが頭で押し戻す。このボールには反応できませんでした。キーパーの関がしっかりとキャッチ。そうですね、今のは大谷選手のヘディングを落とし、丹羽選手が反応できなかったのは自分がオフサイドのポジションじゃないかっていうのが まずあって、そこに反応できませんでしたね。なるほど。ここは山口にファールです。左サイド高い、しかしここは松田がこのボール奪います。ここもかわして松田、元塚へ。そうですね、もう山口は前は今みたいな戦い方になると思うんですよね、はい、高い選手が示した通り前から戦ってっていう形ですよね。さあ、そして左サイドの大谷へ。大谷、股の間を抜いて藤村、クロスを上げる、ゴール前。最後は瀬沼と渡辺博文でしたが、瀬沼には合わず、ゴールキーパーの席キャッチしています。さあ、時間がなくなってくれ、まもなく90分を経過。しかし、このボール奪った金沢元塚、右の松田へ、長いボール、ゴールキーパー関キャッチ。少し接触がありましたでしょうか。脇腹あたりを抑えていますが、そしてアディショナルタイム3分の表示が今ピッチサイドを出たようです。先ほどのプレーリプレイ出ます。そうですね、キャッチした後にこう、まあ、ぶつかったっていう感じでしょうね。そして山口に交代があるようでしたが、交代選手準備していたんですが、まだ席は立ち上がりません。まあ、一番弱い脇に入った可能性はありますよね、はい、表情などからどうでしょう、まあ、大丈夫そうですかね。今立ち上がりました、ゆっくりと。そしてここで山口、2人が交代で入ってきます。池上に代わりまして背番号5、佐藤健太郎、そして46番高井一馬に代わってディフェンダーの菊池康介がピッチに入ります。菊池が今ピッチサイド準備していますが、高井が今ゆっくりとピッチサイド出てきます。そうですね、これアディショナルタイムで同点にされても困るっていうのもあります。完全に逃げ切りに入りましたね。そうですね、もうディフェンシブにディフェンダーを入れてきましたからね、はい、佐藤健太郎と菊池康介、この2人が投入されて5枚の交代カードを使い切ったことになります。アディショナルタイムは3分です。
池上ジョージ選手に代わりまして背番号5、佐藤健太郎選手が入ります。前線かき回していた高井選手、池上選手、この時間をもって交代という形になりますけれども、両選手ともらしさは非常に見せましたかね。そうですね、特に今日は池上選手が生き生きとプレーしてましたよね、はい、伸び伸びでやったし楽しそうにプレーしてましたよね。アディショナルタイム3分の表示でもうすでに2分台に入ってきています。山口ボール、ここも時間を使います。渡辺博文から左サイド、向こう側タッチを割りました。さあ金沢としては急ぎたいところですが、前頭で競って、このボールは島田が回収。片倉から中、3人がかりでボールを奪ってきます。アディショナルタイム4分になりました。金沢ボールのスローイン、片倉から中、頭を起こしてみは菊池が蹴り戻す、手前タッチを割ります。もう一度大谷から中、藤村前に蹴って陣地を挽回、小松が追っていきますが、後藤から本塚、左へ片倉、ゴールラインを割りました。先立ち出身がちらりと時計に目をやりましたが、アディショナルタイム目安の4分台に入ってきています。ゴールキーパーの関、ゆっくりとセットして、ここで試合終了。レノファ山口 FC、 ツエーゲン金沢から11戦目にして嬉しい初勝利。白い歯がこぼれます。そしてひときわ大きな力強いガッツポーズは渡辺進監督。立ち上がり5分の先制点を守りきりましたね。そうですね、本当にこれは今シーズン の、 山口の戦い方ですよね。ですからなかなか相手に先制されるとひっくり返すのは難しいですけど、点が取れればという形になると思いますよね。ご覧いただきましたように、今日の試合レノファ山口が津江県金沢1対0で下しました。これでアウェーゲームでは引き分け、白星という形。そうですね、特に今シーズンも守備の細かいところを重点的にやってますから、はい、やはりアウェーの方が戦いやすいですよね。ホームチームがどうしても前に攻撃的に出てきますから。それでは今日決勝点決めましたレノファ山口 FC、 梅木翼選手のインタビューです。勝利、そしてプロ初ゴール、おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールシーン振り返ってください。そうですね、陸からいいボール来て、で連戦の前回の試合の後に鍋さんからももっと自分の特徴を出せっていう風に言われてたので、そこを今日はしっかり意識してやった結果がゴールにつながったかなと思います。初ゴール奪った瞬間はどんな心境でしたか。そうです、
自分自身ゴールっていうのも久しぶりだったので本当に嬉しいっていう気持ちが一番でした。あの瞬間コントロール少し大きかったようにも見えましたが狙い通りの形でしたか。そうですね、まあ、ディフェンスと1対1だったので、まあ、スペースもいっぱいあったので、まあ、しっかり落ち着いてあのスペースにボールを置けばシュート打てるんじゃないかなっていうイメージがあったので、まあ、自分の中では結構イメージ通りでした。この厳しい連戦の中でアウェーで勝ち点3はチームにとって大きいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、チームとしてもっともっと上に行くっていう目標もありますし、その中で勝ち点3取れたってことは本当にチームとして大きいなと思います。今日の初ゴールはチームにとってはもちろんですが梅木選手のお母様も喜んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうです、まあ、ダゾーンでしっかり見てくれていると思うのでしっかり母の日にこうやってゴールが取れてよかったなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。高校息子のプロ初ゴールが嬉しい決勝ゴールになりました。紫君団の梅木翼選手、まあ、今日母の日ですもんね。そうですね、まあ、そういう時になかなかプレーすることもないですし、 そうですよね、それができてそこでゴールを決めることチャンス自体も少ないですからね、はい、まあ、それはやっぱりもう本当にいい巡り合わせですよね。そして、まあ、今シーズンなかなかこう得点が上がってこない中、今日ので13試合で9得点目、まあ、ここからねまたこれをきっかけに前線の梅木選手にも自信が生まれてくるといいですよね。そうですね、まあ1点取った後85分とアディショナルタイムもう取れないことはなかったんですけど、やっぱり決定的なチャンスは作れませんでしたよね。あ、そうですね。ですからそれがまず一つ課題だと思うんですよ。 ただ失点をしたくないっていうのが先に立ってしまうので、はい、こういう形にはなってくるとは思うんですけど、となりますとさらにこう貪欲に得点を奪いに行く姿勢であったり、そういったところがまあこれから先の、まあ、勝ったからの課題という形になりますかね。そうですね、それもありますし、今日はたまたまこういう形で自分たちが山口の場合は先制ができたからそのままうまく逃げ切れたっていうのはあると思うんですよね、はい、ただ今度は逆の場合もありました。相手が先制した時に今度はどうやって逆転するかっていうのがまず一つだと思うんですよね。それをやっぱり一つずつ形を作りながらやっていくとは思いますけどね。さあ、そしてインタビューがありましたので遅れて挨拶に行った梅木選手も今歓喜の輪に包まれています。それではレノホ山口 FC 渡辺進監督のインタビューをお送りします。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まずは90分間振り返ってください。立ち上がりからいい形で我々前進できて、金田さんの背中を取れて、まあ、スコアを動かせたのも大きかったですし、少し攻め込まれる時間もありましたけれども、粘り強く対応してくれたと思います。試合の終盤は連戦の疲れというのは見られましたか。いや、まあ、それはお互い様じゃないですか。最終ライン今日はかなり高く保っていた印象があったんですけど、ディフェンスラインの選手たちにどんな声かけされてましたか。いや、なるべく高い位置ボールを取りたいというのは我々のコンセプトなので、もちろんそれがやれない時もあるんですけれども、まあ、でも欲を言えばもっともっと高い位置でボールを奪いに行けるシーンが今日は出せたのではないかなというふうには思っています。その後ろのゴールキーパーの関選手の安心感というのも勝ち点3につながったのではないでしょうか。まあ、彼とは付き合い長いんでね、あれぐらいやってくれる選手ですし、非常にこう頼もしく感じてます。この勝ち点3というのはこの先どんな影響をもたらしますか。いや、まあ、前節ホームで不甲斐ない負けを喫してしまった後だったので、そこをしっかりと選手たちがメンタルもフィジカルも回復したということで非常に大きな一緒につながると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。渡辺監督のインタビューでした。紫君団の梅木選手を画面捉えていますが、まあ、もっともっとやれたはずだというコメントもありましたね。そうですね、まあ、本人もそれもあったと思いますし、はい、点が取れるところではそういう形にはなってたと思うんですよね。でチャンスもありましたからね。そうですね、そこを決め切るかどうかが一つだったと思いますよね。はい。そして一方の金沢ですが、これで引き分けも含めて4試合勝ち星から遠ざかるような形になりました。ここ2試合で失点が5というところからすると今日は1失点なんですけれども、どうですか、攻撃面守備面どちらの方にまずは課題を感じますか。
そうですね、今日これのゲームを見れば分かる通り、柳澤監督が交代1人しかやってませんよね、はい、ということはやはり11人以外の選手をどうやっていくかですよね、うん、はい、だからそれをどういうふうに持っていくかが一つ大きな形だと思うんですよね、うん、前節終わった後もその先発メンバー10人以外の選手の底上げが課題だというコメントもあったんですけれども、そうですね、ですからその底上げが課題なだけにこの中3日ではその底上げはできないわけですから、はい、こういう選手交代になったかなっていう感じは見えますけど、うん、だからこれから やっていかなきゃいけないのはやっぱり多分そこの底上げのところの部分だと思いますけどね、はい、そしてまあ今日代わって入った初先発メンバー3人、広井、元塚、杉浦、恭平といましたけれども、そのあたりについてはどうでしょう、まあ、違和感といいましょうか、物足りなさというのは特には感じなかった。やり方として見ればその選手たちはフレッシュでやってましたから、はい、特に杉浦選手なんかは戦ってましたし、うん、本塚選手もいいポジショニングでボールを、立ち上がりはちょっとこう後ろにボールを回すことが多かったですけど、やはりそういうところをどんどん前に出していくっていうのが一つあるかもしれませんよね、うん、ですからゲームに入る形ですよね、ゲームに入る形でちょっとやっぱりこの後ろ向きよりは前向きに向けないと、まあ、新しく入った選手もやっぱり底上げにはなっていかないのかなとは思いますけど、柳下監督曰くその試合でチャンスを与える与えないではなくて、チャンスは普段の練習から与えられているんだというお話を先日伺ったんですけれども、そうですね、やはり何もよりもやはり練習でその監督がやりたいと思うことを表現できなければできませんよね、はい、自分のプレーっていうのはあるかもしれませんけど、自分のプレーをその中に当てはめてどうやってそこでプレーを表現するかっていうのがまず第一だと思うんですよね、はい、それで練習で勝ち取ればスタメンに出れると、うん、で監督の信頼を得れれば試合には続けて出れるっていうのはあると思うんですけどね、まあ、引いてはそれが選手層の厚さに加わってなってつながっていくわけですもんね。そうですね、チーム内のやっぱり競争心がちょっとないとなかなかこのチームが上に上がっていくことは難しいと思いますよね、はい、ですからまあこの4試合勝ちがないですけど、その勝ちがないときに学ぶことはたくさんあると思いますから、うん、それを先にどういうふうに持っていくかが一つの鍵にはなると思いますけどね。はい、さあそれでは今日の試合ハイライトで振り返りたいと思います。まずは立ち上がり5分でした。ゴール前で梅木左足。そうですね、まあ、本当にまあこれはありますけど、この田中選手のやっぱりロングランですよね、はい、やはり走る力ですよね。で最後はこれ梅木選手、まあ、インタビューでも言ってましたけど、自分のいいところを出せということで、このスペースがあれば思いっきりシュートでしたね。山口先生、そして35分、高井が持ち込んで左足、これはゴールキーパー後藤のセーブにあります。そうですね、この高井選手もこのゲームに出るようになって、どんどん今シーズンは走る距離が長くなってますよね、で相手との戦いもかなり激しくなりましたし、その分だけこういうチャンスが巡ってきますよね。あとはもう本当に決めるだけですけどね。一方の金沢41分、大谷から本塚、クロスを上げて最後は杉浦恭平のヘディング、わずかに枠の右。そうですね、まあ、これが決まってればまた変わるだろうっていうのはありますけど、まあ、たらればなればそういう形にはなりますけど、ただ大谷選手のところは立ち上がりからかなりチャンスになってましたからね、はい、そして1対0で折り返して後半10分、杉浦恭平からこぼれ球、最後島田が詰めますが、そうですね、これも杉浦選手が前からプレッシャーかけて奪ったボール、これ相手が起こしましたけど、これうまく入ってきましたけどね。ゴールキーパーの関も懸命にかき出して、そして79分、金沢ビッグチャンスでした。本塚から競り合って瀬沼とヘナン、そして関が交錯、転がりますがなんとかかき出す。そうですね、これは本当に大谷選手が後ろに反らして、これ瀬沼選手も戦ってボールが自分の前にこぼれたんですけど、立ち上がれませんでしたよね。
このまま1対0試合終了となりました。それでは津江源金沢柳下正明監督のインタビューをお送りします。お疲れ様でした。はい、お疲れです。まずは今日のゲーム振り返ってください。もうまあ、ずっと言ってるところだけども、ゴール前クロスに対してのマーキングの距離を修正しないといけないし、攻撃に関して、動き出しタイミングであったり、パスのタイミングであったり、ではもちろんクロスの精度を上げないと勝ち点3取るのは難しい、まあ、トレーニングして、やっていきます。今日はメンバーを少し入れ替えて臨みましたけど、久しぶりに先発した選手たちの評価はいかがでしょう。評価は難しいね。評価だから自分が考えてることっていうのは、あなた方は 外で見てる人はわからない。だから多分俺がこう言ってもちんぷんかんぷんだと思う。だから外で見てる人が何、ね、か言っても俺も何のこっちゃって思う。いい、ね、さだ まず津江がどんなことをやろうとしてるのかっていうのは外から見てるだけじゃ分からない、やってる人で。ましてや俺が考えてることは絶対に誰も分からない、ね、それができてるかできてないかは、俺しか分からないんで、評価っていうのは難しい。みんなに伝えるのは、次節まであと1週間ありますけど、どのあたり修正していきますか。今言ったことをトレーニングしていきます。まあもちろんそれだけじゃないけども、今日のゲームではもうそのあたりはもう見ててもひどいところがあるんで、トレーニングしていくしかない。ありがとうございました。はい、金沢柳下監督のインタビューをお送りしましたが、まあね、こう試合が終わったばかりでね、こう頭に血が上っているところもあるでしょうけれども、言葉を選びながら言葉をつないでくれましたね。そうですね、まあ、ただ、まあ、かなりミスが多かったっていうのはあると思うんですよね。それがやっぱり監督としてみれば納得いかないのはあるかもしれませんね。はい、2つ出ていますが、気になる数字はありますか。もうシュートの枠内行ってるシュート同じ数でありながら、この決めることができなかったので負けてしまったっていうのはありますよね。はい、あとはもうセットプレーがあるんですけど得点に結びついていないっていうのが大きいかもしれませんね。そして支配率とプレーエリア、これも前半とほぼ変わりなくっていう感じですかね。そうですね、まあ、ちょっとこのレノファ陣内、まあ、特に1点リードで入ってますから、かなり後ろでっていうのがあったと思うので、で金沢も前にシフトしましたから、前に行く選手が多かったっていうのがあって、やっぱりエリアはちょっとレノファ側に落ちてるかなって感じですよね。アタッキングサイド、まず金沢ですが、前半は右がかなりこう突出してましたけれども、後半に入って左も盛り返しました。そうですね、まあ、ですから左サイド、特に大谷選手のところがかなり前半から出ればもう確実に裏を取れたりとか抜けてたところがありますから、はい、あとはそこをどういうふうにうまく乗せていくかでしたよね。そして一方の山口のアタッキングサイド、こちらもほぼ均一ですかね。そうですね、これはもうほとんど変わってないですよね。はい、まあ、これちょっと右が多いのはやっぱり池上選手が気持ちよく右サイドをドリブルで突破だとか、サイドで起点を作ってたのがあると思いますよね。そしてシュート数ランキング、今日決勝弾の梅木が4本。そうですね、だからインタビューで言ったように、もっともっとっていうのはここだと思いますよね。自分のところに4本もシュートがあったわけですから、そこを決めきれないとっていうのはあるかもしれませんね。そしてパス数ランキング、ここは金沢のディフェンダー陣が上位になってきています。まあ、後ろでパス回し、なかなかこう前に出せない時間帯もありましたからね。そうですね、ですから、まあ、ここで最後で回してて、そのサイドバックから縦のパスが多いですし、あとは本塚選手、藤村選手のところのパス交換ですよね。はい、あそこで縦に入ればっていうのもありますよね。そのあたりがタイミングであったり精度のところであったりっていうところにもつながってくるんでしょうけれども、はい、ご覧のようになっています。
さあそして選手データ見てみましょう。金沢は本塚選手、そして山口は神垣選手、この2人の比較データになります。ヒートマップ、はい、これを見れば分かるようにもうこの本当に神垣選手今日この試合に出ててもう前にも後ろにもかなりの頻度で動かっていますよ ね、 そうですね。守備の時には真ん中をゾーンかかしてて攻めの時には両サイドから全て上がっていくという形ですよね、はい、で本塚選手もやっぱりそのサイドまでこう言いながら、まあ、あの相手が先制したことによって守備的にちょっと変わってきましたから、うん、やっぱり中盤のところからボールを動かすことが多かったっていうのが一番よく分かりますよね、はい、比較データご覧いただきました。そして高い上の結果見てみましょう。13節高井城の結果です。ああ新潟は松本とスコアレスドローですね。そうですね、今節は引き分けが多いですね。そうですね、まあ、2位の琉球についても昨日引き分けています。下の2試合は途中経過という形になっています。さあそして順位表です。金沢は順位一つ下げて10位と、まあ、序盤シーズン序盤の勢いが少し陰りが見えてきたようなところもありますか。その辺がやっぱりその柳下監督が言うように、うん、メンバーの底上げだと思いますよね、はい、やはり連戦になった時のこれ今回連戦が2回続きましたから、はい、その時のやっぱり選手の層の厚さが多いチームがちょっとこう上位に来ているのかなっていう感じはありますよね。山口は勝ち点3をプラスして13位、点線からは少し距離が出てきたかもしれませんがまだまだ油断はできませんね。そうですね、まあ、1つ勝てばもう完全に外に出ますし1つ負ければまた分からなくなりますよね、はい、次節の対戦カードもご覧いただいています。金沢はアウェイ松本戦土曜日です。そして山口はホーム相模原戦日曜日となります。その後は山口は水曜日にアウェイ秋田戦中3日でというまた変則のスケジュールになってきますが、次節の対戦カードをご覧いただきました。ご覧いただきましたように今日の金沢と山口の一戦1対0レノファ山口 FC が勝利しました。この試合解説はおなじみの甲谷秀美さん、そしてリポーター牛田和樹さん、実況加藤豊でお送りしました。甲谷さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこのあたりで石川県西部緑地公園陸上競技場から失礼いたします。